身のために粉骨再身投げてくれて、あなたがいたから阪神は2005年にセリーグ優勝できました。ありがとう藤川、ジェフと久保田と三人一つで JFK、 体が悲鳴あげてもチームのために笑顔を絶やさなかった。清原和博相手にフォークを投げて、勝負で今回言われたその一言があったから、メジャーへ行ってもコーチに行っても心の中の炎を燃やし続けることができた。打たれるわけなどない、ファンの思いも乗せた日の玉ストレート、あなたがファンの心に灯してくれた炎はずっと消えない。